やばいですね。ちょっと、まあ、動画探したんですけど、めちゃくちゃやばいです。もう 見るだけでもう心臓止めそうですよ。え、台湾って地震多い？まあ、日本と同じくらいですね。まあ、日本と比べたら日本の方が多いですけど、まあ、でも今回のは25年ぶりのめちゃくちゃ、7.7 やばくない？お姉さんの兄さんちょうどあの一番ひどいのところ行くんですよ。まあでも行ってないってよかったんですね。なんでって言うと、あの4月新日があの台湾の若参りみたいな、そうか、掃除するんです、あのしに行くんですよ。みんな休みなんですけど、急に地震っていうことですね。だからみんなすごい、あ、バタバタしてるのか。そうですね。まあカレンっていうところね、カレン、カナとベンのところは一番人多いですね。まあ韓国の場所はちょっと違うんでしょ。いや、彼は台湾候補ですね、で、韓国の琵琶湖ですね、台北ら辺ですね。で、彼の候補です。山があの全部の豪雨になったんです。そう道がもう止まって、で、あの人が、あー逃げろみたいなの動画あったんですよ。もう、あの動画見たらもうすごく、なんか悲しくなってきたんですね。まあでも、すごいあの、皆さんがちょっと温かいコメント、タンクの家族、みんなはもう大丈夫です。です友人たちも。しかもさ、お母さんだって生徒たくさんいるじゃん。たくさんいますね。まあ、でも今正直今はあの倒したのベルリン助けに行ってる途中なんですけど、ね、まだ被害が分かってないのか。だからそうですね、どのぐらいヤバいか。うん、ちょっと待って、もうえさっき綺麗だったでしょ。さっき綺麗だったよ。そう、ずっとなんか混ぜて、まあ、今めちゃくちゃなってるような状態で撮りたいってコメント。いや、撮りたい、そういう状態で撮りたいとは言ってないけど、はい、まあ、引っ越しがねはい、まだ待ってないですね。だから結局台湾はさ、東日本大震災の時に200億ぐらい、そうですね、200億を超える額支援。いや、多分あの時だけじゃなくて、そうで、能登半島のこの前のやつとか、そうですね、20、あの25億円ぐらい。なんか毎回台湾なんかあったら日本語支援、日本語なんかあったら台湾が支援、なんかお互いがすごいの素晴らしいの関係ですね。まあ、でもなんか多分ここまでだと結構台湾が日本に支援ばっかりですね。結構だってここ最近あんまなかったでしょ、台湾こんな大きい。ああ、それそう、まあいいことですけどね。うん、うん、あのもし支援よろしければお願いします。まあ、私たちこう会社じゃないけど、私たちね、ザ・バレーションも参謀だっけ、私ねるやさん参謀しかいないけど、まだもうまあスタッフは高山さんで、はい、私の兄がいますけど、はい、で役としてはまあ参謀です。3人しかいないので、まだ参謀がやっぱりタワー人ということで、はい、ね、ぜひぜひ支援していただければと思います。まあ、私たちはこうバレーダンサーじゃんね。私もこういろいろ最近考えてて、はい、前まではそれこそアートとかバレエとかよりも第一産業とか第一の方がなんか大事なんじゃないかとか、衣食住の方がなんかやっぱ大事なんじゃないかって思ってたんだけど、はい、まあ、実際こうコロナとかでさ、衣食住はあるけど、まあ、エンタメとかアートはないってなった時に、そうですね、これがお母さんが心が死んでいくじゃん。そうですね、これがちょっと言いたいことあるんですよ。うん、あの僕のお母さんが2009年の時台風があったんですよ。めっちゃひどいですよ、あのなんか山とかそう全部壊した、うん、なんかすごいひどいだったんですよ。でお母さんがあのテレビ見て、私はダンサーなんですけどお金ないけど何にした方がいいですかって思ったんですよ、お母さんが。で、うん、それであの日から始めたんですよ。なんか一番ひどいのところでパフォーマンス公演をして、家壊したの人たちになんか公演見せたんですよ。なんかご飯とか食とかあげられないし、お金とかもうあげられないですけど、ボトルでみんなの心を温めるみたいなことはのことをやってるんですよ。そう、めちゃすごい、めちゃめちゃすごい。今でもやべえですよ。そう、だから僕ちっちゃいの頃からもお母さんのことをついてそのことをしました。やってたね。だから多分さっきなんか第一産業とか言ったんじゃないですか、うんうん、多分俺らもそういう力なれるかなと思ってますね。うん、もしまあ第一産業にはなれないけどまあそれと同等ぐらいの、はい、まあなんか人にとってやっぱ必要だよねっていうのは、うん、やっぱお金とかご飯とかじゃ足りないかもしれません。あのすごいね、
そう、小川さん、私はなんかそういうのさ、やっぱ考えてて最近、バレエって必要なのかとかさ、そういうの考えてたんだけど、お母さんはもうすでにちゃんと行動して、そう、行動して、もう本当に一番最悪の場所にいて、まあ、公園やってたんですよ、なんか、道とか、もう道じゃないくなってるの場所にいて、はい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 、そめっちゃ山のところに行って、公園やったんですよ、僕、小学生の時にね。いや、すごいね。そう、ちょっとまあ、今度、お母さん呼んくるかもしれないから、こういうストーリーも。もっとあるんだ。もっとあるんだ。いや、すごいね。お母さん、マジですごいね。まあ、お姉さんもすごいけどさ。いや、お姉さん。レベルがちょっと。ハンクのお姉さんは、その、単純にこう、技っていうところでやばくて、何かっていうと、その、スペインの大会、フラメンコの世界大会で優勝。はい、の、フリス系 のフラメンコ、優勝。第一名で、スペインで今踊ってるんでしょ。で、あの、唯一のアジア人、唯一のアジア人歴史作ってるのよ。そう、マジで歴史あと歴史的な人だ。あの、今やばいね。あと、なんか今踊ってるの会社がスペインの、はいはい、あの国のやつでしょ。国のやつですね、はい、もう普通の国の人だよ。そう、従業員だよ。国の従業員だよ。あすごいね。給料も国から出してるんですよ。ロシアでいうバレエで、そうスペインでいうフラメンコの立ち位置でしょ。そうですね。やばいね。なんで急にお姉さんの。お姉さんじゃ。で、お母さん。お母さんは、あの、今でも。お母さんさ、なんかそういう、なんか、アーティストとして何ができるかみたいなさ、なんかすごい追求してるよね、なんかこう。そうですね。あと、まあ、今やってることは、世界でさ、俺らみたいに、なんか、ちゃんとお金、親がちゃんとお金出して、あの、俺らがバレエレッスン受けるの人じゃん、俺ら。でもこの成果は、この要は才能あるけど全然そういうお金ないの人おるんですよ、台湾でも、うん、で、お母さんがそういう人たちに、まあ、バレエを教える、バレエだけじゃなくて、ね、踊るを教える、うん、そう、のことをやってます。すごいよね。そうですね。だからいつか台湾にいたらこういう人たち、こういう子供たちを教えたらいいなと思うんですよ。これをずっとやりたかったんですよ。僕は一番弱い、まあ、お母さん。いや、僕はいつもあの姉さんと母さんの姿を見て、あのたくさん勉強して、そう、頑張ろうかなと思うんですよ。はい、はい、すごいです。だからいつもお母さんとお姉さんなんか言われた、何もいや、まあ、聞くしかない、まあ、これからね、これ長かった。いい話だと思うわ、はい。まあ、実際にでもさ、お母さんの活動とかもあるけど、はい、まあ、実際にこう、ね、ちゃんと支援が集まって、はい、まあ、食べるものとかないとね、はい、それもそう、踊りもやっぱ見えないし、ね、まあ、やっぱりどっちも必要ということで、そういった意味ではぜひ、ね、支援、俺たちもこういうなんか必要な人たちに何かあげれるようになりましょう。そうですね。なんかこう形にこだわらずね、はい、お母さんはだからそこら辺僕らがこう考えて、ぐだぐだ考えて形にこだわって終わるところをさ、はい、ちゃんと行動まで落とし込んで。でもお母さんの問題というか、まあ、ちょっといつもなんか考える特徴、うん、考える前にもう行動が何回でもね、何回でもそう、面白いと思う。あ、助けようって。あ、助けよう。あ、お金ない。でもそう、車で自分でどうにかやりできる。はいはい、気持ちいいからね、ファーストなのですごい、はい、いや、素晴らしい。いや、素晴らしいと思う。 ありがとうございます、はい、皆さん、あの、すごい温かいコメントくれてありがとうございました。僕と僕の家族も友人たちも無事ってことですね。でも台湾の人はまだちょっと苦しいの人もいると思うんで、皆さん、あの、一緒に祈りましょう。ありがとうございます。